こちらでは社名の一部になっております UD の由来についてご説明させていただきます。1950年代から60年代に入って高度成長期になりました。高度成長期の時代にはいろいろなインフラ整備が必要になってきました。例えば高速道路ですとか、東名名神といった高速道路、それ以外にも東京オリンピックに向けたホテルの建設、そういったところが重要になってきました。その時代に開発されたエンジンがこちらの UD シリーズエンジンになります。でこの UD という名前の由来はユニフロースカベンジングディーゼルという2サイクルのディーゼルエンジンなんですけれども、こちらの方式をとっております。日本語で言いますと単流装機方式といいまして、エンジンの中の排気ガスを出す時の方式がユニフロースカベンジングディーゼル、こういった方式をとっております。でこの U と D の頭文字を取って UD シリーズエンジンというふうに名付けました。で当時この UD シリーズエンジンは非常に高出力で馬力が高いということで、軽量高出力ということで好評を持って迎え入れられました。特にこちらの方に映ってます6気筒の UD6 エンジン、こちらの方は当時世界で最も1馬力あたりの重量が軽いエンジンということで好評を持って迎え入れられました。よく古いお客様で UD は力の UD といった声を聞くんですけれども、そういった良い評判はこのエンジンの頃から出てきたように思います。でこの UD というエンジンが非常に好評だったので、この赤い UD マークを国際商標登録しまして、トラックの方に貼り付けるようになりました。これが UD の由来になります。で2010年になって会社名を変更する必要が生じた時に、どの名前がいいだろうといろいろ検討した結果、やはり UD が一番起源としてはいいだろうということで会社の名前として使用することになりました。ただその時にはもう2サイクルのディーゼルエンジンではないので、この U と D をアルティメイトディペンダビリティ、究極の信頼、こういうふうに置き換えまして、これを会社のブランドのコアバリューとして今取り組んでおります。究極の信頼をお客様に届ける、そういったところに向けて従業員日々努力しているところになります。でこの UD6 のエンジンを搭載した日本で最初の大型トラックが今皆様の後ろにあります白い 6TW になります。こちらは 6TW というトラックで、1960年の頃に開発された日本で最初の頃の大型トラックになります。ご覧いただくように後ろが二軸のアクセルですね、2デフと言ったりしますけれども、そういった10トン積みの日本で最初の頃の大型トラックになります。でこちらは高度成長期の時代ですので、いろんなインフラ整備に活躍しました。まず下の方の写真ご覧いただきますと、新幹線、最初の頃の新幹線ですよね。でこの新幹線を運ぶのに使われたりですとか、真ん中の写真はタンカーなんですけれども、こちらは黒部ダムの建設に従事したって言われてます。こういった意味で非常にインフラ整備のところに貢献したトラックになります。で特にこちらの黒部ダムのところにおいては、黒部ダムすごい山の中ですので、とても建設業者の方からとてもじゃないけど日本のトラックでは馬力がなくて仕事ができませんよっていうことを言われたようです。ですが1台トラックをサンプルで使っていただいた結果、十分仕事ができるということで、活躍したというふうに記録では残っております。こちら 6TW は日本で最初の頃の大型トラック、 2DEF のトラックというご説明をさせていただきましたけれども、技術的にいろいろ興味のある方がいらっしゃると思いますので、少し細かい説明をさせていただきます。こちらの方にお願いします。 2DEF、2アクセルということで、後ろ側にアクセルが2つあるわけですけれども、トランスミッションの後ろにトランスファーを介しまして、プロペラシャフトが2本あるような構造になっています。普通今のトラックですとプロペラシャフト1本なんですけれども、当時は最初の2デフということで、いろいろ試行錯誤した結果、トランスファーで2つに分けて2本のプロペラシャフトを使ったようです。ちょっと変わった構造になっております。今となってはこういった方式は取られてないので、当時としてはいろいろ苦労しながらこういう方式を取ったようです。それともう一つ特徴的なところとしましては、ボンネットのこんな古いタイプなんですけれども、パワーステアリングがついています。で当時から UD トラックスとしましては、お客様の特に運転手さんの疲労負荷軽減に貢献しようということで、パワーステアリングが採用されております。こちらで歴史コーナーの方を終わるんですけれども、こちらでお伝えしたかったことをもう一度サマリーをさせていただきます。まず一つ目は、弊社は割と小さい会社ではありながらも、挑戦者スピリッツ、チャレンジャースピリットにものっとっていろんなことに挑戦してきた会社ですよ、その DNA が残っている会社ですということをお伝えしたいと思います。2つ目としましては、先ほどご説明したように、耐久信頼性のところに重きを置いて、昔からいろんなことに、取り組んできた会社であるということです。マネージメント自ら車に乗り込んで耐久信頼性を確認した、
そういった歴史的なところが DNA としても残っている会社になります。それでは今度はこちらのコーナーにお移りください。